松永です。前座なんか出してしまいました。すみませんでした。長唄の会第35回目でございまして、2022年1月3日、無事に明けたわけでございまして、本当にようこそ、彼女たちも言ってくれましたけど、本当にようこそいらっしゃっていただきまして、ありがとうございます、お正月から。そんなに暗くなかったですね、今年ぐらいから日本橋はね。もうね、一昨年ぐらいまでほっと真っ暗でしたよ。だからほら、これ開発がね、整ったんですね、日本橋が整ったもんですから、そんなに真っ暗にならないで、ここにたどり着けるみたいな感じがあって、ね、よかったですね、また、帰りは真っ暗が分かんないけど、まあ大丈夫ですからね、大丈夫でしょうね、大丈夫です、多分ね、大丈夫だと思います、もうとっとと終わらせるわけにいかないんですけど、ちょうどですね、2013年の頭ぐらいから、4月5月ぐらいから、この長唄の会っていうのを始めたんです、2013年。で、今年いっぱいやりますと、ちょうど丸10年。やったことになるんですね、で35でしょ、あと3回ぐらいが36、37、38やると10年やったんですね。ああ10年経つんだなと思いましてね、10年一昔なんてことを申しますけれどもね、最近では3年一昔ぐらいですよね。もうあっという間にね、だからまあとりあえずコロナ前が一昔ですもんね。でそれでだから10年、2013年ぐらいに始めた時に、これしょっちゅう長唄の演奏を4曲ずつ年に3回ぐらいやってみようっていう大それたことを考えたわけですよね。で、いまだにそういうやる方はいないわけですよ、ね、でもそういうふうにやってみようと思って、まあ、自分のためっていうかな、せっかく長唄弾けるようになったわけですよね。せっかく長唄弾ける彼女たちもそうですし、せっかく弾けるようになったんだけど発表の場所がないので、まあ、僕はとにかくお客さんに来てもらってやればいいんだということで、まあ、始めてみたわけですよね。はい、で自分の中ではこの10年の間に3回4回ぐらいこうなんていうかいろんな手こ入れっていうんですかね、なんかね、皆様には変わってないんですけど、この中で随分いろんなことを考えておりました。で、まあ、10年終わりますんで、10年終わったらまた何考えるか、まあ、大体少しもう来年の2023年の話を考えてるんですけど、考えてる時もなんとなくこんな風にしようかなっていうのは漠然と浮かんできたのがこの 1,2 年の話でございまして、こうやってこう変わっていくっていうのはなかなか面白くて、古典芸能なんだから変わんないようなんですけど、どん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 変わっていくんですね。これがまあ古典芸能を現代にこうなんちゅうですかっていう感じなんじゃないですかねどういう感じなんだっていう話ですけどね。そんな風にしているのが長唄の会でもあります。今年も3回やらさせていただきました。配りましたので、ぜひとも応援していただけたら嬉しいなと思います。で、曲なんかもよかったら言ってくれれば、それまではできないんですけども、その勉強してやってまいりますんでね、あれしていただいたら嬉しいなと思ってるわけでございます。でそんなことを考えて、いつもお正月はいろんなこと考えてるんですけど、今日はその今あいつらも言ってましたけど、まあそういう感じでやってみようとあいつらとかこいつらとか出してみようって話で、先ほどの鉄熊さん、鉄六さん四半世紀いますから、うちに四半世紀プラス1か2ですよ、もうね。だからあいつの人生の半分以上俺が師匠ですよ、ね、もっと鉄六もそうかもわかんないですけどね。いや恐ろしいもんですね。最初のうちにお弟子さんに入っていって、もちろん彼女たちなんか弟子に入った時に舞台に出て三味線弾くなんとか喋るなんてことは一切思ってません。もっと言うと名取になろうなんて思ってませんよね。なんとなくこの人が弾いてんだから楽しそうと思って入ってきてるわけですよ、ね、そしたらどん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 自分で楽しくなってきて興奮になってくるっていうんですからね、面白いですね。こっちもちょこっと教えればいいかなと思ったら、これも一生の付き合いですよね、鉄熊さんは一番弟子です。一番弟子なんで、ということは私のお焼香の順番は妻、娘、鉄熊になるんです。3番目焼香の順番が怖いですね。でも何の話をしてるんでしょうねまあそういうのはね、名取ってのはそういう感じで、こう名取順番にこうね、お焼香の順番 でその間に誰かいないかわかんないですけどね、僕が知る時には寂しいですね。でも最近は密葬が増えてますからね、またね、またそのお葬式の感じが違う。家族という、家族を本当にうちの家族にするのか、名取までを家族と考えるのかってこと、いろいろね、うちの家族が考えるんでしょうねっていう話なんでしょうけどね、そういうことを考える、面白いねと思って この子たちとずっと付き合っていくんですねっていう感じで、なんか親子関係っていうのは面白いなと思っていくわけでございまして、次に聴いていただくのは松の実。次はやっと長唄を聴いて、ちゃんと長唄松の実と娘通りとやりますからね、ちゃんと
忘れなきゃね、松の緑やります。この松の緑をね、僕が一番最初に弾いたのが19歳なんですよ。思い出したんですよ、それが。私ね、二十歳の時に松永哲昌司って、当時松永哲昌司、後に哲十郎という名前に変わりましたが、ところに二十歳の時に内弟子に入りました。内弟子に入るって決まったのは多分その1年ぐらい前なんです。ということは19ぐらいの時に内弟子に入るってことが決まったんですね。まあ、これも面白い話があるんですけど、こんなことしてると松の緑弾けなくなっちゃうんで話しませんけどであるきっかけがあった。でもその前に何にも知らないですか、私。長唄のこと、長唄の名の字も知らない、三味線の社の字も知らない。こういう世界があるなってことだけは知ってた。 なぜ知ってるかというと、おふくろが日本舞踊を踊ってたから。日本舞踊の踊ってたもんですから、もちろん素人で踊ってましたので、こういう世界があるってことは知ってます。でも清本か芸大優か時わずか長唄なんてのは何にも知らなかった。脇で弾いてる人がいるなと思った。それの三味線を俺は弾きに行くんだなってことを思った。でいきなりうち弟子に入って迷惑かけるといけないから、そのうちのおふくろのお嬢さん、踊りのお嬢さんが、あっちゃん、あっちゃんって言ってた。あっちゃんお三味線ちょっとやっといた方がいいんじゃないかってわけ。ああなるほどと。それでその手ほどきにをして、今言うと手ほどきをしてもらった、その踊りのお嬢さんに。でそれがね、だからその踊りのお嬢さんはうちの近所だったんです。歩いていくんですけども、踊りのお稽古場に行くわけですよ。ですからね、まず着替えるんですよ、着物に。でこっちは初めてでしょ。今私洋服でお稽古して、洋服で皆さんお弟子さん来てますけど、お稽古してもらうときに着替えるわけですよ。まず着物を、三味線を弾けるようになる前に着物の着方をやんなきゃいけないね。まあなんとなく男は簡単だから着けるようになりますが、それでお三味線を稽古して、それで3ヶ月ぐらいやったのかな、まず緑やって、それで夏にですね、その貝っていうのかな、なんていうのかな、なんか要はあれな、何ざらいっていうの、月ざらいっていうのかな、なんかよくお座敷で当時やってたらしくて、そのうちのその教えてくれたお師匠さんのお師匠さん、キネカツのお師匠さんっておっしゃ一緒になってた、キネカツサブのところのお師匠さんでしょ、おばちゃん、年寄りのおばちゃんで、その人の会があるっていうんで、そこでまあ松の緑を弾きなさいって話になって、多分飯田橋だか神楽坂にあの紋付き袴おばあさんに来てもらってこうやって行ってそれでテーブルが2つぐらいあって10人はいなかったと思うんですね、テーブルを囲んで。それでまあお嬢さんがいて、僕も端っこの方に座ってて、それで一番最初にそのテーブルの前で松の緑を弾くんですよ。でまたどっかから歌ってくれて、歌の方いたんでしょうね。で歌、そうやってね、僕が一番最初に松の緑を弾いて、それから多分何番もあったんでしょうね、5、6番やって、それでまあご飯食べて帰ってくるっていう、まあ昔はそういうことがよくあったんでしょうけれども、昔だったらまあ私のね世代ですから昔かね昔だそりゃそういうことがあったっていう、それが一番覚えてて、何を覚えてるかって言ったら、松の緑を弾いたことも何にも、飯を食ったことも何にも覚えてません。足がしびれたっちゅうだけです。もう一度信じや正解してたので、もう松の緑最初に弾いちゃいますから、もうあとはずーっとなんだかわかんない曲、もうこれ生うちなんか三味線弾いて誰か歌ってる、次から次へと行われてる、ああ痛い痛いっちゅうだけ。はい、だそれから踊る、ね、連れてった踊りさんがね、あっちゃんもうちょっと頑張んなきゃダメでしょって言われてね、ちゃん一生懸命頑張ってました19のね、本当にね。それを思い出します。なんでそんなことを思い出したかって言いますと、これからやる松の緑、テイソンさんが歌って私が弾きます。ここに脇三味線っていうのがいます。脇三味線、鉄八と書いてあります。これ鉄八っていうのは知らないわけで皆さんね、鉄八っていうのは今日デビューで、これデビューっていう年でもないんですけども、まあとりあえずこうやってあの脇先生と一丁二丁で弾くなんてことは、まあ障害あるかないかぐらいの、この先生が偉いですから、あのね脇三味線を務めると思うな、朝4時に起きましてまず水をかぶりましてねお化粧をしとって水をかぶって、それで清めた体でもってね、俺も付けを着てパッと来るわけでそんなことしませんよ、しませんけどね、あと、まあ、その気分で来るわけですね、その彼女のことが初めて弾くんだなと思いますと、その自分の初めてのことを思い出したという感じです。ですから彼女は今日はまず緑を弾いたことも、ね、お客さんの前に出たことも覚えてません。ただ足がしびれたと思うかもしれません。松の緑を弾かせていただきまして、聴いていただきまして、その後夏目だというその、うちの弟子さんたちの演奏を聴いていただいて、休憩にさせていただきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。